今月に入ってさまざまな食料品の価格も上がっていますはいこちらをご覧くださいあの、いくつか食品メーカーをピックアップしているんですけれども、はい、まず明治ですね、うん、牛乳類とヨーグルト合わせて73品目の値上げ、はい、続いて、その下、アオハタは家庭用ジャムなどを4%から12%程度の値上げ。うんうん、さらにその下大塚製薬は オロナミン C やファイブミニのこれ14%の値上げですね、はい、そして、その下カルビーはスナック商品を10%から20%程度の値上げとなっていまして、うん、帝国データバンクによりますと今年値上げしたもしくは値上げを予定している食料品は2万品目に上るということなんですね、はい、このように物価が高騰する一方一向に上がらないと言われるのがこちらです。はい、給料

てうとまあやっぱり20%ぐらトなんでまあ25億ドルとかもう23年2年ぐらいかなは変わってないですねだから余計に値上がりを感じるっていうか物価の上昇には到底追いついていないようです経済協力開発機構によりますと2021年の日本の平均賃金はアメリカドルにして3万9711ドル 隣国の韓国やアメリカなどと比べても低い水準となっていますさらに賃金の上がり幅についてもこんな結果が1990年から30年間の平均年収の推移を見てみるとアメリカは1.5倍韓国は2倍近く上がっています一方日本の平均年収の上昇率はわずか5% 30年間賃金がほとんど上がらない状態が続いています町の人はまあちょっとショックですよね韓国より下回ってたっていうのはちょっと正直あ、日本ってこんなもんだったんだウェブ関係の仕事に就くこちらの男性も給料が上がらない状態だといいます2、3年ぐらいですかね変化がないですね30万ぐらいですね

国の経済力が上がれば給料も上がるのが経済の法則ですがなぜ日本では30年間も給料が上がらないのか。